にちは、加藤匠です、日本から来ました、和太鼓をやってまして、人と人とを結ぶ家族を守る、なんかそんな温かい、気持ちを持って演奏しています、ここ3年間はでは、1432回の、コンサートをしました、2008年に、世界国際大会で最優秀賞をいただき、今年の秋には天皇陛下の前で初めてのなるソロコンサートを行います。パフォーマンスするときにいつも僕は自分でバチを作ります。でこの衣装もすべておばあちゃんが作ったりお母さんが作ったり家族に守られながら自分がいることにありがたく考えながら感謝の気持ちで演奏させてもらってます。すごい楽しく、すごい自分自身が心から相手にしっかりと楽しさとか、喜びとか嬉しさとか楽しみとかを、自分の気持ちを相手に伝える、そんなことを考えながら演奏しています。ナーバスになる時もありますけど、ただ自分 の, 色、自分の心っていうのをしっかりここに、心に持って演奏しますんで、その辺は緊張なく心地よい緊張で演奏します。
来させていただいて本当に感謝しています。Thank you for inviting me in front of JACCC. So next title is 思いやり。思いやり、難しいです。Hard to explain for me. 思いやりはですね、心と心をしっかり相手に伝える。相手に伝える、そして、人の、気持ちをしっかり考えながら今隣にいる人たちの心をつなぐ、そして今お父さんとかお母さんとか先生とかおじいちゃんとかおばあちゃんとか隣の人とかなんかそういう人たちの気持ちも思いやる気持ちを持つ、そんな気持ちを、今年1年持ち続けたいということで、2012年に、この曲が、できました。一つの多いお茶いただきました。そんな気持ちでですね、こんな曲ができまして一つの太鼓で、表現させていただきたいと思います。皆さんも、この音を聞きながら、自分の胸に手を当ててその思い当たる節がそれぞれあると思いますけど、僕も、若い時はお父さんお母さんに、たくさん怒られながらでもやっぱ今こうやっているってことはお父さんお母さんにしっかりと感謝して、生きていくなんかそんなことが大事じゃないかなと思って、生まれた曲です。思いやりください。もちろんワールドチャンピオンになったんですけど実は僕太鼓を持って大きい太鼓を持ってなかったので1日腕立てを1000回やったり、バスと10マイル毎日競争してました。で大会の曲はおばあちゃんのぬくもりっていう曲なんですけどおばあちゃんの生き方そのものを太鼓で表現したので僕は優勝したんですけど、おばあちゃんの生き方が一等賞をやったっていうことを自分で考えながらやらせていただいてます。岐阜におばあちゃんも住んでるんですけどおばあちゃんを東京まで連れて行ってジャッジする人もものすごいみんな有名のシンフォニーの NHK のシンフォニーの人とかいろんな人がいるんですけどその人たちジャッジに向かってなくておばあちゃんに
向かって僕の音を鳴らしました。まあ、その結果がすごい良かったんじゃないかなと思ってます。僕のおばあちゃんの生き方が一等賞にならないとやっぱ僕のプライドもやっぱ嫌ですし、ただ僕は別に僕の太鼓が1位じゃなくても良かったんですけど、その時のおばあちゃんへの気持ちがしっかり伝わってほしいなと思って演奏しました。僕はあまり日本語も喋るのうまくありませんし、英語もそんなに喋るのうまくないんですけど、実はこの衣装お母さんが作ってくれました。So, so my mother made this one, and this pants made my grandma. Just only I made this one. と次はですね、しのぶえで、日本の心という、タイトル、ハートオブジャパンとでも言いますかね、日本の心という、タイトルの、しのぶえ、そして、挑戦という曲があるんですけど、この曲は2006年、7年に、作った曲なんですけど、最初にお相撲のお相撲さん、後から多分出てくると思うんですけど、お相撲が実は出てくる出入りの、本当のその太鼓の音、300年400年前からつながるその音を出しながら、自分でアレンジしながら、やらせていただく太鼓になっています。2曲、続けて、聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
だ実はワールドチャンピオンが一番とは思ってなくて、僕まだこの社会のスタートラインにまだ立ってないと自分で思ってます。で、僕来年がそのスタートラインに立つ、年になるって自分で思ってるので、それに向けて自分の夢もありますし、地域の子どもたちの育成、それから来週には地域の子どもたちと田んぼ、米作りを、やりながら人とのコミュニケーション、物の大切さとかを自然から学ぶこともやらせていただいてますので、もうそういうことを一つ一つ大事にして生活していきたいなと思ってます。おばあちゃん、今88歳なんですけど、おばあちゃんが生きてる間に、あと何回僕のコンサート、何回ありがとうという言葉を言えるコンサートを作れるか、それは僕の今の、今自身の僕の最大の夢でもあります。本当に僕スタッフとか、こうやってみんなに囲んでいただいて、こうやって取材してくださって、で見てくださる方もみんなものすごいやっぱファンもいるんですけど、僕自身がすごい強い人間でもないんで、しっかりと優しい気持ちを持って、音を出すことしかできないんですけど、その音にしっかりと愛情を持って、みんなにつなげていける、そんな人になっていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。